アイテム番号 SCP-147JP。 オブジェクトクラスユークリッド・ニュートラライズド。特別収容プロトコル SCP-147JP はサイト8141にある中型収容室内の5メートル四方の強化水槽の中で収容されます。収容室内はカメラによって監視され、水槽内の温度は摂氏18.25度に保たれます。基本的に SCP-147JP は食事を必要としませんが、SCP-147JP 自身からの要求があった場合は与えても構いません。また、担当職員は2日に1回、中の水を交換して掃除を行ってください。さらに、研究を円滑に進めるために、職員は定期的に SCP-147JP と SCP-147JP1 を接触させてください。半日に一度が好ましいです。この時の会話ログは取らなくとも結構ですが、必ず最低でも1名の警備員を配置させてから接触を行わせてください。SCP-147JP1 は同様にサイト8141の人型収容室で保護してください。SCP-147JP1 には1日に3回、食事を配給してください。SCP-147JP1 から要求されたものは、それが適切である限り与えても構いません。毎日、教員の資格を持つ財団職員の手で通常の教育課程に応じた深度の教育をさせてください。SCP-147JP1 にはその経歴から、大人への不信感や恐怖心があります。担当職員は注意してください。説明。SCP-147JP はゼラチン質の身体を持つ、思考能力を持つ人型の水生生物です。SCP-147JP の身長は 1.4 メートル。体重は 21kg で、未知の手段による発話能力を持ちます。人の腕に当たる部分には半透明の触手を持ち、それらを器用に扱うことができます。また、SCP-147JP は水の中以外でも行動ができ、1.2時間程度であれば自ら歩いて陸上を移動できます。加えて SCP-147JP は発光能力を持ち、常に身体の器官を繰り返し点滅させていますが、これには特筆すべき異常性はありません。なお、SCP-147JP は SCP-147JP1 との定期的な接触をさせることで、財団の研究に対し非常に有効的かつ協力的になります。SCP-147JP1 は12歳の一般的な男性です。本名、SCP-147JP1 は SCP-147JP を有効的かつ協力的な状態に保つために保護されています。また、SCP-147JP1 の持っていた情報は、SCP-147JP の特別収容プロトコル制定、管理に大きく貢献しました。SCP-147JP1 は、県の、という小さな村で SCP-147JP を保護していたところを確保されました。虐待などの問題行動の多かった父親の元へ訪問してきた児童相談所の職員が SCP-147JP を発見し、警察に通報したことで財団が確保に動きました。当の父親はこの1ヶ月、別の女性の家で寝泊まりしており家には帰っていませんでした。エージェントによる状況掌握後、関係者には記憶処理を行い、SCP-147JP1 は児童養護施設に入居することになったとのカバーストーリーを流布しました。インタビューログ147JP1002日付19 SCP-147JP つまり君の言う妖精さんとは、最初にどこで会ったのかな？はい、その、山の奥にあった、誰も住んでない家で、です。そんなに固くならなくていいよ。僕たちは君に危害を加えたりしないから。じゃあ、
その家のことを詳しく聞かせてもらえるかな？前に見つけた時から気になってたんですけど、その日はなんだか入ってみようかな、という気になって、本当は悪いことだって知ってるんですけど、いいよ、大丈夫。誰にでも好奇心ってのはあるもんだ。で、そこに SCP-147JP がいたのかな？はい、その家の地下室の檻みたいになっていた水槽の中にいました。僕に彼女がここから出してって言ってきたので、なんとか出して。風呂場で保護してあげてたわけか。なんで SCP-147JP を、彼女、だと言ったんだい？はい、なんとなく、です。ふむ、じゃあ最後に。その家には前に誰が住んでいたか知ってるかな？はい、海について調べてた学者の人、というのは聞いたことがあります。そうか、ありがとう。今日はここまでだ。次もまたお兄さんとお話ししてくれるかな？大丈夫です。すいません、あまり役に立たなくて。いやいや、とても参考になったよ。インタビュー終了。インタビューログ 147JP-009 日付19。さて、今日は君の出自についてだ。海洋学者とされている男の家から助け出されたのは分かった。そいつはどんな奴だった？かのことについてはよく分かりません。物心ついた時にはあそこにいたのです。なるほど。君が小さい頃、もしくは卵かなんかの時にはすでに水槽にいたのかもしれないな。彼は一度も私を外に出してはくれませんでした。あの狭い檻の中にずっといました。彼から教えてもらったのは言葉だけでした。彼がどこかへ行ってしまってからは、私は希望を捨てました。私は歳を取らないせいで一生、この狭い檻の中から出られないのだと。このまま、緑色に濁った水の中で生きていくことになると。でも、そうじゃなかった。ええ、しかし、結局はあなたたちも一緒でした。少し檻が広くなっただけです。でも、あの子は違いました。私に、大丈夫だよ。と声をかけあの場所から助け出してくれました。そして外の世界を見せてくれました。短い間でしたが、それは素晴らしい瞬間でした。君はあの子だけは信じているんだね。ええ、そうです。あの子のためなら何だってするでしょう。インタビュー終了。事件 147JP 収容違反の概要19、15時20分。担当職員が水の交換から帰らないことを不審に思った別の職員が監視カメラをチェックしたところ、 SCP-147JP が収容室内を歩いているのを発見しました。 SCP-147JP の側には気絶した担当職員が倒れており、監視していた職員は SCP-147JP に水の中へと戻るように促しました。しかし、SCP-147JP はそれを拒否し、担当職員と、博士を触手で攻撃しようとしました。5分後、3名の警備員が鎮圧のために派遣され、高出力テーザー銃や麻酔銃を撃とうとしましたが、SCP-147JP が身体を強く発光させたために視界を奪われ、その間に触手で窒息させられ気絶しました。 SCP-147JP はその後も何水槽に戻ろうとしなかったため、 SCP-147JP 一の投入が決定されました。その頃にはすでに SCP-147JP の身体は乾きしなび始めていました。16時52分、5名の武装警備員の警護のもと、SCP-147JP-1 による説得を開始しました。しかし、SCP-147JP はそれに従わず、それからおよそ2時間が経過するまで水槽の外で依然として立ったままでした。19時27分、SCP-147JP が突如として倒れ、もはやその身体は脱水のために生命活動を停止していることが明らかになりました。これにより、19時28分をもって SCP-147JP は、
正式にオブジェクトクラスをニュートラライズドに変更されました。この事件の後、SCP-147JP-1 を収容する意義は失われたとして、日本支部理事数名の許可により彼は SCP 格付けから除外されました。そして2日後、SCP-147JP-1 の解放が決定され、C クラスの記憶処理を施された後、一般の児童養護施設に入居することになりました。事件 147JP、事情聴取ログ、博士、日付、19。事件 147JP の前に何があったんですか？かの、SCP-147JP は私に SCP-147JP、一を解放してやってくれないかと頼んだ。あの子は今、檻の中にいるのと変わらないじゃないか、と。それでなんと？もちろん、それはできないんだ、と言った。そしたら彼女は、あの子にはこれからいろいろな未来が待っていて、無限の可能性があるんだと言った。あの子はいつか消防士になりたいと言っていたが、そうはならないかもしれないし、その通りになるのかもしれない。誰かをひどく傷つけてしまうかもしれないし、その逆に誰かの命を救うことになるかもしれない。と、どちらにせよ、今のこの状況ではそうした可能性を持つことさえあの子には無理なことなのだと、そう言っていた。続けてください。彼女自身がそれを奪っているのかもしれず、それは耐えられないと言った。檻の中に閉じ込められ、自由を奪われる辛さを知っているからこそ何とかしてやりたいのだとも言っていた。彼女はほんの一瞬だけれども、あの子のおかげで自由を得ることができた。それでもう十分だと、そんなことを言っていた。他には何か言っていましたか？そしたら彼女は、自分があの子にしてあげられることは一つなんだ、と言っていたよ。それが何なのか、心当たりはありますか？心当たり？私たちはそれを見たじゃないか。聴取ログ終了。